ロールスロイス初のクロスオーバー SUV、カリナンの室内を、レスポンスの兄弟サイトスパイダー7のカメラが初めて撮影に成功した。そこにはロールスロイスのフラッグシップサルーン、ファントム、新型と告示した最新世代コックピットを見ることができた。ステアリングホイールこそ、親会社である BMW のものが仮装着されているが、他は生産型と考えていいだろう。LED バックライト付き 12.3 インチ TFT カラーディスプレイ、センターコンソールにはコマンドダイヤルが確認できる。その他、高解像度ヘッドアップディスプレイ、Wi-Fi ホットスポットなどを装備し、運転支援システムでは、アクティブクルーズコントロールや歩行者警告、車線変更警告などがファントムから継承される。ロールスロイス、世界で最も静かなガソリン車、を標榜する新型ファントムを披露。また、フロントエンドやロールスロイスの象徴である観音開き式、高知ドア、マジックカーペットサスペンションなどの伝統も引き継がれ、まさにファントムクロスオーバーと言えそうだ。パワートレインは、6.6 リットル V 型12気筒エンジンを搭載し、最高出力は 600PS 以上が期待できるだろう。予想発売価格は7000万円以上で、2018年3月のジュネーブモーターショーでの世界初公開が予想されている。